株式会社が所有している、茨城県牛久市のワイン醸造場である。1903年に、神谷伝兵衛が、牛久醸造場の名で創業した。フランス市のブドウとボルドーの高級ワイン製造法を取り入れた、日本初の本格的なワイン醸造場であり、2008年6月に、旧事務室、旧発行室、旧貯蔵庫の3棟が、 国の重要文化財に指定されている。産経ニュースによると、年間の来場者は、約40万人である。旧称は、シャトーカミヤだが、公式ツイッターで2017年9月1日に、牛久シャトーへ改名すると発表した。明治政府は、日本酒の消費量削減による、米不足の緩和、輸出産業の創出のために、ワイン製造を奨励していた。 官営事業として1876年に現在の北海道で開拓し武道酒醸造所が1880年に現在の兵庫県で晩秋武道園が開設されたもののどちらも1880年代に民間に払い下げられた一方現在の山梨県では明治初期からワインの製造に取り組んでおり1877年に 県立葡萄酒醸造所が完成、大日本山梨葡萄酒会社が設立されるなど、早くからワインの製造に成功していた。山梨県の官営事業は明治中期に終わりを迎えたものの、それ以降も近代的なワイン製造を目指す取り組みが民間で継続しており、日本を代表するワイン産地としての基礎が築かれることになった。その一方で、明治中期以降には、 山梨県以外でも民間でワイン製造の取り組みが進んでおり、その代表例が1903年に開設された牛久醸造場だった。牛久社島の創業者、神谷伝兵衛は1856年に三河国で生まれた。1873年、彼は横浜の外国人居留地でフランス人が経営するフレッレ商会で労働者として働き始め、 ここでワインを知ることになった。1880年、独立したデンベイは、東京、浅草で、濁り酒の一杯売りや、三河や、名酒店を開業した。これは、日本初の洋酒バー、神谷バーの前身であった。当時の日本ではワインが、一般には普及していなかったが、デンベイは1881年から、輸入ワインに蜂蜜などを添加した。 甘味葡萄酒の販売をはじめ、1886年に、八印鉱山葡萄酒として、商標登録したこの再生葡萄酒は、人気商品となった。発行室と建築中の事務室。1902年撮影。明治20年代になると、日本国内で、輸入葡萄酒が流通し始め、伝兵は、葡萄酒の醸造に向けて動き始めた。 1894年、デンベイは、養子のデンゾーを、フランスのボルドーへ留学させた。牛久社と公式サイトによれば、デンベイは、兄の娘を、自身の養女とし、デンゾーは、養女と結婚して、婿養子に入り、結婚の3日後に、フランスへと出立したという。デンゾーは、デュボア商会が所有する、カルボンブラン村醸造場で、ブドウの栽培法、機械の操作。 醸造技術を学び、1897年1月に帰国して、関連書籍、醸造用具、土壌サンプルなどを持ち帰った。同年4月、伝兵衛は、東京府豊玉郡東大久保村で、ボルドーさんの武道の内木6000本の試作を始めた。同年10月、醸造場の建設地を探していた伝兵衛は、茨城県稲敷郡のお化け原の原野120。 長部を購入したお化け原は、ブドウの栽培に適した土壌で、広い土地をまとめて購入することができ、また、前年1896年に開通した、日本鉄道会社土浦線の牛久駅の近くに、位置しており、交通の便にも優れていた。伝兵は1898年3月までに、購入した土地のうち23長部を開墾して、 試作していた苗木を移植し、神矢どう園を開設した。また設置した仮醸造場で、白ワイン、赤ワインの醸造に成功し、1901年3月から、フランスの醸造場をモデルとして醸造場の建築を、開始した。ミカソホテルの設計などで知られる、岡田と北郎が事務室、発行室、貯蔵庫、倉庫の工事設計を担当し、 総工費3万強を費やして1903年9月に牛久醸造場が完成した。これにより、神谷どう園及び牛久醸造場は、どうの栽培からワインの醸造、貯蔵、瓶詰出荷までの一貫した製造工程を有する日本初の本格的なワイン、醸造施設となった。発酵室とトロッコの線路。1913年撮影。 牛久醸造場のワインは国内外でいくつかの賞を獲得した。1903年にイギリスの水晶宮で開催された万国衛生食料品博覧会では名誉金牌を受賞した。1904年にパリで開催されたチュイル力博覧会では金賞牌を受賞した。また、 1907年の東京官業博覧会でも一等金賞杯を受賞した。ワインの年間生産量は1902年の50国から1904年には180国に増加した。しかし、当時の日本ではまだ本格的な葡萄酒の需要は、医薬品としてのものがほとんどであり、生産量は明治。 大正時代を通じて150国から180国程度で安定し、生産規模をさらに拡大することはなかった。神谷どう園は160長部に拡大され、1920年時点で赤ワイン、白ワイン用の数種類のどうの木が約13万本植えられていた。どう園は牛久城像の南北に広がっており、両端の道路の間が、 1> 約1 9トルに及ぶ細長い形状の土地だった。園内には、牛久駅と醸造場、南北の武道園を結ぶ形で総延長4 8トルのトロッコが付設されていた。当時、武道園でドウを積み込んだトロッコは、事務室のアーチをくぐり、中庭を通過して醸造場へとドウを運んでいた。また、醸造場も増改築が続けられ、 1921年頃までに一通りの施設が揃っていた。太平洋戦争の終戦後に農地改革が行われ、戦時中にすでに荒廃していた神谷武道園は小作地として開放されることになった。敷地の多くは後に宅地として分譲されている。牛久城造場も規模を縮小することになった。1948年。 合同主制株式会社の子会社として、朝日紹介株式会社が設立され、牛久社等の営業を開始した。1969年以降に、社等の敷地内で、ワインの販売所やレストランの建設が進められ、食のレジャー施設として活用されることになった。また、旧事務室は、社等の本館、旧発行室は、神谷伝米記念館に転用され、 1976年には、旧貯蔵庫を転用した、レストラン、キャノンが開店した。1992年、朝日紹介株式会社が、株式会社牛久社島ガーデンに、称号変更した。また、1996年に、社島内に、チビール工場を設置、チビールレストランを建設、オープンして、ビールの醸造、提供を行うようになった。 2003年に親会社の合同主制が持ち株会社化に伴い、オエノンホールディングス株式会社に称号変更して、旧称と同盟の子会社が新たに設立され、牛久社等ガーデンは2006年に子会社の合同主制に吸収合併された。2007年、経済産業省が近代化産業遺産群33を公表し、牛久社等は 牛久醸造上官連遺産として、山梨県、兵庫県の遺産とともに18、十八官民の努力により結実した関東甲信越地域、などにおけるワイン製造業の歩みを物語る、近代化産業遺産群として認定された。二千八年六月九日、明治中期の連絡作り建築、醸造方法といった歴史的、産業技術史的な価値の高さから、旧事務室、 旧発行室、旧貯蔵庫の3棟が重要文化財に指定された。2011年3月に発生した東日本大震災では、旧事務室が半壊するなど、十分指定されている3棟が被害にあった。内外壁に亀裂やレンガ脱落などの被害が生じ、3棟で合計約115万個あるレンガのうち約1万5000個の交換が必要となった。 同年12月、国や地方自治体の補助を受けて、復旧工事が着工した。壁の外観を維持するため、交換用のレンガ約1万5千個は、愛知県の釜本に特注したものを使用したという。また、旧発酵室は、地下のワイン貯蔵庫の温度や湿度といった条件を維持するため、建物の外部から補強する工事が行われた。2014年3月に、 旧発行室と旧貯蔵庫の復旧工事が完了。2016年3月30日に旧事務室の工事が完了した。震災から5年、工事費用は総額約15億円であった。2018年1月、山梨県甲州市と共同でワイン製造遺産として日本ワインの歴史ロマン香る風景近代化と先人たちのワイン醸造140年。 と題して、日本遺産に申請した。だが、同年5月24日に不認定となった。牛久社党は、同年12月28日をもって、飲食施設を閉店することを発表。これに対して、牛久市の商工会や64ある行政区の区長全員が、嘆願書を送り、市役所と共に存続を働きかけるに至った。牛久市は2019年3月1日、 牛久社島への関与を強めるため、オエノンと包括連携協定を提携。同年7月31日には、市が沈着することで、基本合意したと発表した。2020年6月、山梨県甲州市の宮光園とともに、日本遺産に認定された。野球の本類のような五角形の敷地であり、南東の辺に正門があり、牛久駅東口方面へと伸びる。 武道園通りに面している。敷地の南東部には、旧宿上像状の建物が現存しており、レジャー施設として転用するにあたり、造改築がなされているものの上像状の、主な建物3棟が状態よく保存されている。正門から、アプローチ道路を約40メートル進んだ地点に、本館が南向きで立っており、その北側には中庭を挟んで、 約70メートルほどの位置に、神谷伝兵記念館が本館と向かい合う形で、立っている。また、本館と記念館の間には、記念館の西端から南へ伸びる形で、レストラン、キャノンが立っている。加えて、記念館とレストランの作る、角の内側には1905年から1911年の間に増築されたレンガ作りの建物があり、ワインセラーとして使用されている。 敷地の東端、東門の前には1977年に建設されたスーベニアショップがある。1913年に本館2階で開かれたパーティーの写真。神谷伝兵記念館。左にワインセラーが見える。2009年撮影。当時の発行室1階の写真。1907年撮影。1905年頃の貯蔵庫。 シャトーのブドウ畑。2009年撮影。ウシクワイナリー、ウシクブルワリーは、オエノンホールディングスの子会社、合同主製株式会社の生産拠点である。2017年には、約2トン、約2000本のワインを生産した。ウシクシャトービールの主な製品として、ヘレス、デューンケル、ピルスナーがあり、うちヘレスは、インターナショナルビアカップで複数回入賞している。 郵便番号300-1234茨城県牛久市中央3-20-1ありがとうございます。